好，各位观众朋友，大家好啊！欢迎收看由汤姆酱为你带来的这个 Jump Pause 啊。咱们这个接上期视频啊，看看，接着打任务啊。这个任务做的是非常单调啊。虽然我觉得这个游戏的打击感在这种粉丝向的这种动漫游戏里算非常好的啊，但这个游戏的这个剧情体验感非常差啊。这个，哎。随机啊，无话可说，无话可说。就是他这个读图实在太慢了啊，这，然后他这种剧情模式跟之前的那个《龙珠驿站》是一样的。那个其实这种模式我一直都不太喜欢，就是这种啊，看似好像给你一个基地啊，很自由的样子，实际上代入感很差。我更喜欢那个《究极风暴4》那种，就是一关一关往下选着打就完了，啊，没那么多麻烦的事情。哎，坏了！所以我最后换来换去还是一个反击技能，一个冲锋技能，一个远程，最后是这么弄的。这个游戏的冲刺非常慢，哎呦，快了！哎，射！这俩技能，哎呦，他也会。那个好火球和这个魔贯光砂炮击弹不能互撞啊！哎呦！这他放大躲过我的大，哎，这技能往天上冲啊！我这是换了这大第一次用。刚才大家看见了啊，他放了大炮天上，然后我这个技能居然往天上冲，哎，那这非常给力。这技能本身中了以后还封对方的什么，是移动条还是什么玩意儿呢？我记不太清了。我本来想带几个都是那种就是带控制效果的技能啊，那个权七郎有一个技能，打中以后能封对方的移动条，但那个技能根本在连招里中不了啊，空放能中也是看运气，对吧？他如果防了还是中不了，所以效果不好啊。所以最后我还是带的这三个技能，第三个技能是反击啊，第一个技能是冲锋，大招带的也是冲锋。好，继续啊，咱们录视频还是用单机模式来录啊，这样不会有非常烦人的那种禁止录制的这个提醒。那一模一样。哦，果然有复制人呢。另外一个是他复制人吧？哎呦，我去！哎，等会儿，哎，醉了，没上来。这人血真的是不耐揍啊，随便打一炮就没有。もっと力を見せてやる。
哎呦！好了好了！哎我的！哎呀！油断したな！決が全然さ！決が全然さ！もう手伝いに来たぜ、レンジ！切り裂け！哎，当真反，好狠！是了，不是当真反攻还这么高？哎，去，没打过。这好像打这个游戏第二次打输啊！这游戏反正就这个样子，一个不小心你可能就输了，因为血条非常少啊。我之前说过这个问题，不过也是大意了。这游戏我之前也说过，要是好好打，应该不会输给电脑啊，因为电脑的 AI 不是很高，感觉也是对角色不熟悉啊，不知道黑七一会有什么技能。哎，这么长这个刀，不好意思，没看过死神，不清楚这个是什么玩意儿啊？啊，好像是，刀能变长。我之前玩过那个死神的手游啊，好像对这个事情有点印象。哎，坏了，这算完了，直接吃了。ザビマル手加減なしよ。そこね。能不能带走呢？我也不知道是谁的技能啊，封印招式。哎，我就记得它有个什么效果。走，不知道他封招是能封多久啊，也不知道是不是一换人就没用了。如果是一换人就没用的话，其实作用也不大在这个游戏，因为这个游戏里的这个角色毕竟是供应血条嘛，对吧？不过就算没他这个封印技能，这个技能也挺不错的嘛，是吧？上一场战斗里面啊，这个冲天上都能追到他。哎呀，这个没有看过死神啊，他们这应该说的都是跟原著里有关的梗，就完全不知道在说啥。没任务了，那就是按这个游戏的尿性啊，就是在跑各个地方出发就行。这个触发主线的模式也让人非常蛋疼，真的不喜欢，非常浪费时间啊！这个游戏也没大地图，就是这小地图嘛。那你相当于你一没任务就是在这几个地方来回跑，啊，并没有别的事情可以做。看他说啥，哦，让咱们去这个阿尔法队，阿尔法队在哪儿？贝塔，哎，咱刚才去的，哦，是这个是吗？写的不一样啊，是吧？哦，なんだおめえか？ん？いや。
留守番ばっかだと体がなまっちまってよ。トランクスのやつが、オラリーダーなんで、ここでじっとしておくのも大事な仕事だって言うんだけどよ。叩きたくてうずうずしちまってよ。長官からの通信です。どうした？悟空と一緒か。メキシコ地域で J フォースがベノムズと交戦中だ。至急救援へ向かってくれ。よし、いよいよオラの出番だな。いや、悟空には別のミッションを頼みたい。行くぞ、ついてこい。おい、待て。はあ、いろいろと頼んだぞ。他不听啊，非要打架。不过这确实是悟空的性格。お前、レプリカだろ？助けに来たぞ！悟空のおっさんか。悪いな。こいつは本物なんか？いや、こいつは偽物だ。本物のトグロはこんなもんじゃねえよ。そんなにすんげえやつなんか？一度戦ってみてえな。这句话变相把五爱罗给讽刺了一顿。悟空のおっさんらしいな。でも毕竟我记得上次悟空一队人打两个这玩意儿号称是假的对吧，就已经很吃力了。歪罗在这个游戏里我感觉也不好用啊，他技能太慢了啊，他那个沙暴大葬非常慢，真的在结印啊，很少有一这么做。然后沙石雨也不怎么地，另外一个沙扑术我觉得，哎，这放十次能中一次就不错了，那个就能从脚底下出来，但是能防住，关键是防不住倒也可以。哎射！哎我去！哎！对，欧拉欧拉欧拉拉！哎呦，刚才那个啥了？那个周六里那个空调生态了。哎！射！我去！满大招吗？哎呀，这技能攻还挺高啊！好，两个气儿的。哎，觉醒了。偽物なにタグなやつだったな。驚いたぞ。へえ。お。悟空のおっさん、まだいけるか。あ、もちろんだ。なんだあれ。哎呦，狂暴的黑胡子，这保不齐这是真的吧？狂暴的沙鲁，
这是咋了？要开超蓝？クソ、人の心配してる場合じゃねえみてえだな。まだいけるだろ、悟空のさん。あ、もちろんだ。哎，我以为要开打了，这怎么个意思？咱们直接睡过去了？哦，这直接掉下来了是吗？おやおや、あなたは。哎呦，天哪！レプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですが。ままならないものだ。まあいいでしょう。哦、咱们来打大王。あなたとは以前お会いした気もしますが、再会の挨拶は不要ですね。君ではどうあがいても、私たちにはかなわない。抵抗は無意味だ。生かしておけば使い道もあろうが、私の存在がJフォースに露見するのも、这谁呀、啊？不认识这个人。都合が悪い。ではアイゼンさん、哦、共同的行きましょう。黑崎一护那俩人找的那个是吧？戦いと言えるものになるかは疑問ですが。さあ、楽しい宴を始めましょうか。行，一打二，合着咱们是打这边的。开的真慢，哎呀哎呀！もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。手加減なしよ。行きますよ。二つならどうだ？哎呦，这技能咋躲？やそこね。セリアン。二つならどうだ？うわ！これは意外ですね。虫けらと思っていましたが、多少は成長したようだ。ですが、その程度ではね。大丈夫か？あなたは確かガーラとかいう。行くぞ。せっかちですね。では行きますよ。说曹操曹操到啊，正说回艾罗不给力呢，我艾罗就来了。哎。这来候補什么意思呢那么这这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 
遅いわ。やった。哎呦，血条好像变长了。見えるかな。そこね。トップ。レイヤー。キャッ。隙だらけよ。食らえ。おや。トップ。あまり面倒を避けさせない。やっ。生意気な。隙だらけよ。お。食らえ。生意気な。キャッ。おや。キャッ。これほどと。なるほど、君たちの実力は分かった。フリーザ、時間だ。これくらいでいい気になるなよ。确实是，弗利萨还没变黄金呢。大丈夫か。实力。おや、皆さんお揃いで。残念ですが、今日のところはここまでです。フリーザ、次こそはおめを倒す。そうですか、それは楽しみです。ではごきげんよう、Jフォースの皆さん。大丈夫か。おめ本当に強くなったな。あのフリーザと戦ったんだろう。ナイスガッツだぜ。敵の動きも気になるが、一旦アンブラスベースに戻った方がいいだろう。久しぶりに暴れたら腹も減っちまったしな。虽然没给咱们演示过程，不过悟空那边倒是打赢了。这是什么鬼？哦，录像吗？哦，看着像 boss。特にあの子、脅威になる前に排除した方が良さ。说的应该咱们主人公嘛。そう心配するな。やつはただの元人間だ。この俺とは違う。自らを善だと信じて疑わず。正義や希望などといったくだらない言葉にすがる弱者たち、お前たちに教えてやる。頂に立つ強者こそが善悪を定めることができるのだ。このオニキスブックで俺が世界を作り変えてやる。这个名字出来了，叫黑马老叔。为啥非要加个黑呢？这难不成还有白吗？这。行，主线也算这一期视频推进了一下啊。哎，这个黑影好像之前也出现过一次啊，这感觉跟刚才那个人好像还不是一个人吧？虽然感觉都差不多，还都拿本书，但感觉这本书比他那本大是吧？不知道是不是一个人呢。みんな集まったようだな。すでにみんなも気づいていると思うが、ベノムズの影で目立ってはいなかったジャンプ世界から現れる敵の動きが
活発になってきた。メキシコ地域ではあのフリーザがアイゼンと名乗る男と共闘していた。それは本当か？アイゼンは君たちと同じ世界のもののようだな。ああ、アイゼンのやつ、何を企んでやがるんだ。彼らが共闘している目的はわからない。だがレプリカを利用していたことから考えて、ベノムズの指揮官カインと関係しているかもしれない。カインって言えば、あの姉ちゃんが持っていた黒い本はどうだったんだ？あの本についてはまだ解析中だ。はっきりしたことは言えんが、感觉刚才那个黑影不是凯恩。現実世界、ジャンプ世界、どちらのものでもないことは分かった。本を持っていたアンジェラの回復を待つ必要がある。彼女の記憶が黒い本の謎を解く手がかりになるかもしれない。彼女のケアはこの俺に任せてくれ。三時の飯を食えばすぐに元気になんだろ。いずれにしろ、あの黒い本の力について知るには情報が足りない。引き続き、みんなにはベノムズの動向に注意してもらいたい。各地から救援要請が続々と届いています。早速来たってばよ。俺たちの力見せると決めていたな。お前ら行くぞ。リュウク、よせ。驚かせてすまない。こいつはリュウク。見た目はこんなだが、危害を加えるようなことはしない。リュウクのことは気にしないでくれ。君に声をかけたのは他でもない、あのアンジェラという女のことだ。彼女を救出したメンバーの中に君がいたと聞いた。何か話を聞いていないか？どんな些細なことでもいい。あの女が持っていた本にはきっと重大な秘密が隠されているはずだ。よう、どうかしたのか？何でもないですよ。少し聞きたいことがあっただけなので。アンジェラのことか？そんな名が聞こえたが。ええ、ベースキャンプ内では話題の女性ですからね。うん、それじゃあ僕はそろそろ。感觉悪かったね。很奇怪啊，这个怎么？这个叫什么？就是这个《死亡笔记》里这个男主，就被月神翼是吧？我记不清名字了。他怎么感觉在躲着这个大部分人啊？啊，行吧，这期视频就到这儿啊！下单看，欢迎大家踊跃进入频道啊！下期。